かうの難しいです。あの目指せポニーテールなんで、皆さんちょっと楽しみにしててください。あ、もう始まってるか。前髪も伸ばすよ。前髪もちょっと伸ばしたいけど、今すっごい邪魔で、前髪の行き場にちょっと困ってる。ピーは、ちょっとこのままくらい。ここぐらい、切る。めっちゃ遅れてるね。遅れてますか？いや、わかんない。どうだろう。声がめっちゃ響いてますって。多分今、ミキさんの切ったので、あ、今は大丈夫だと思います。こんばんは。アーカイブ残るんですか、これ。残るらしいですよ。残す予定になってます。ミカさん、かわいい。ありがとうございます。3人が、あ、美人が3人も。お、鬼？鬼？あ、同じ手鬼？鬼？どうする？ね、誰が回す？進行は長岡美優でーす。え、進行ってどんな？そんなタイム。ずっと質問タイム。今日はファンの皆様の質問にお答えします。はい、質問をどうぞ。今は佐賀県神戸。今は神戸です。皆さん髪型変えるんですか？はい。はい。はい。変えます。私はこれぐらいかな。私はもうちょっと伸ばすかな。私はめちゃくちゃ伸ばします。伸ばせるんかわからんけど。伸ばそう。頑張る。うん。頑張ろう。並び順は意味がありますか？全くありません。ありません。でも理科が主役なんで、理科が真ん中は絶対です。ありがとうございます。3人で行きたいところはどこですか？パス。あ、行きたい。まずキンキンで行きたいのせーの、卓球推しに行きたい。何卓球？いや、なんか理科が家でめっちゃ卓球にハマったらしくて、あの家のテーブルのテーブルで、ね、お母さんとめっちゃ卓球、実家帰ってて、もう運動不足だから夕食後に2人で卓球大会やってた。しかも昨日その焼肉食べに行ったんだけど、その前になんか食お腹すかそうってなって卓球しに行ったんだけど、卓球空いてなくてピッチングして、それをリカのインスタで載せました。なので理科のインスタ見に行ってくださいね。あ、そう。夜ご飯食べましたよ。パンは何枚食べましたか？軽くしか食べないと。パンめっちゃ食べたね。太いのと、あ、分厚いのと。大きいの6枚やめて、4つに来ちゃったもんね。え、でも薄い、あ、でも薄いパンのことか。うん、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。久しぶりの焼肉。うん、3人でいるとき、一番喋るのは誰ですか？誰だ？一番喋らんやろ。いや、でも喋るとき、喋るときは喋るかもしれんけど。みゆ一番ではないはず。話題を振ってくれるのはみゆかな。私、意外と喋り。うん。すごい、あれですね、リカさんのピッチング見たよって言って。すごいですね。理科意外でしょ。まだあるさ、3人で回したやつ最後の、いや、あれもうちょっと昔流れ取った気がするのになんかね、すごかったよね。しかもみんな一人も的に当たらないんで、ワンワンして当たるみたいな。でも初め当たったよね。みえ一人で当たった時は直接当たったよ。2個ぐらいだ。リカだけじゃん、当たってたの。え、私バンバンで当たったもん。レベル低いね、争いやから。なんであんなになるんやろ。ちょっと教えてほしい、キャッチボールできるぐらいまで。ね、ちょっととっくにしよう、うん、ちょっと私こそ練習しとくわね。時間あるんあの公園の壁で。悲しい。しかめっ面のやつねっていうコメント結構来てます。しかめっ面、ピッチングのしかめっ面でピッチングをしてたやつ。え、しかめっ面あとゆきさんが投げるときおりゃーって言ってた。あ、言った。
しかもね、私当たったんだよ。当たったのにさ、抜かれんかったよね。ね。だからついてないんだなって思った。持ってないんだな。と思ったら、隣のなんかこう、隣のとこ行ったよね。なんか目とこうやってそれ自分じゃん。バッティングの方行ったよね。変な方向行ってた。メグが見てる。おー、いっぱい。メグだ。メグ、視聴ありがとう。後ろもね、なぜ後ろ正面バージョンがあるのか。分かって気づいてくださってるね。すごい。わしの素敵な絵を。ゆきさん、小学校以来だね。ゆきさん、小学校以来だね。見せてくださったらしいです。素敵な絵を。トミーさんが今度、トリオイラスト描きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。サザエさん、サザエさん、今日サザエさん、今の時間、サザエさん、サザエさん7時からやって、何時っけ、6時か7時半、6時半だっけ、ちびまる子ちゃんからじゃない、だよね、まる子ちゃんサザエさん、あじゃ7時からや、6時半でしょ、6時からまるちゃん、まるちゃん、3人のそれぞれの第一印象は。知りたいよ。昔すぎて。もう、めっちゃ前や。中3、高1とかだよね。そうだね。じゃあでも、理科も JOC で、中3、中3。私はみんな中3かだから。うん、最後か、最後かな。中3だよ。うん。みんな大きいやつだよね。じゃあ3人の今の印象は、今の印象、クロワスキの時のトリオのショットが泣けましたって来てます。そのイラストがありますよ。 USJ だったら絶対乗るものはあれだ。この間でも行ったクリスマスに3人プラスリホ大竹、リホ大竹アメリカで4人で行って、マリオちゃミニオンに乗って、マリオは人気すぎて抽選も取れず外れ、プラプラして終わって終わりました。でも午前の練習終わってから午後から行ったから、まあしょうがないよねっていうところで、クリスマスツリーとともに写真を残し解散しました。思い出です。はい、リホウオタケリホウオタケ、マジでもうさ、喋りが下手すぎて、めちゃめちゃミニオンライトですね。すごい。ハリーポッター行ってない。ハリーポッター乗ったことある？ある。4？ 言うよね。言うけどなんか行っちゃう、めいこ、めいこがみーちゃんお風呂上がったよかわいいお風呂上がったまた家の中ダッシュするの今から。何歳？3歳。かわいい。じゃあ母さんになると思う、お姉ちゃんかな、後ろ3人の好きな、やばい、無言が続いてる。どの質問にしよう。引退を2人に伝えたのはいつ？そんな言えないか。
3人の好きなアーティスト。好きなアーティスト。好きなアーティスト。この人っていうのなんかいないかな。うん。常にシャッフルで聞いてる。そう。最近はなんか2010年とか2000年とか昔の曲をランダムで聞いたりしてる。シオンが見てくれてるって。シオン。やっほー。シオン本当おしゃれ。ね、今日の感じとかすごかったね、うん。休みの日どこに行きますか。なんか基本美味しいもの食べ行くよね、うん、なんかショッピングは一人で行って、うん、誰かとってなったらご飯ってなるよね、うん、でどこ行くみたいな、うん、私は全然行けんかったよね。そうやね、うん、行けんかった、うん、と去年とかさ、なんかトリオの食事増やそうって言ったって結局さ夏ぐらいだっけだったよね。夏にミユの部屋で何回かご飯とかなんか。ああ、したね。したけど、私誕生日あたりじゃなかったっけ。リナの誕生日と、あたりか。ビーファーストの間から何月かな。もうちょっと前か。あれが前か、多分。夏より前あれ。夏より前。結局それが最後じゃなかった、トリオ。なかなか、かな。いかんか。結局いかんかじゃん。そうだな。この子に聞こえたのかな。うん。牛、豚、鶏だったら鶏どれが好きですか。私鳥、私も鳥好きだな、好き。シオン、今後私とクリアバッグに押し縫いを入れて三の実を押し縫い歩いてくれますか。ブーだそうです。押し縫い、あ、ないな、確実にないな、うん、4枚。めっちゃ入れとったもんな、今日3匹ぐらい入れてたやつ。3匹ね。あれ全部藤ヶ谷さんかなって言っとったくない。藤ヶ谷くんとあれなんだったの。カービィ。カービィピンクのやつ。カービィ、カービィじゃなくない。カービィ違う。毎日することは何ですか。うん、最後の間違いない。毎日すること、うん、今まではストレッチポールに乗るやったけど、それがなくなった。一回乗ってみたんやったけど。乗ってみた、なんか何もしなさすぎて、肩痛くて。カービィじゃなくて全部藤ヶ谷。カービィにも見えたけど、ピンクだったらカービィじゃん。一緒だよね。カービィでいいんじゃん。カービィ連れとったし。とりあえずじゃあアニメが好きなのかな。おすすめのストレッチを教えてくださいよって言うと、ストポ、ゴリゴリ寝る、うん、ストレッチポールに乗って深呼吸するみたいな。今度レクチャーしましょう。朝ごはんはパン、米飯。それぞれの方言で話してください。え、結構方言よ。ああ、違う。え、私方言あんまり聞こないけど。このままで。このままで。別に、ええよ。ええが。言わん。ええが。言わんけん。けん。けん、そうか。みんなけんだよね。3人で恋バナとかします。そりゃね、もうね、女は恋バナよ。好きな男性のタイプってさ、よく聞かれるやん。聞かれる。もうさ、タイプとかってさ、分からん、もう違うよね、人によっても全然タイプ違うし、これだけは、みたいな、うん、居心地いい人や。うん、確かにね、居心地いい。そりゃそうだ。じゃないとしんどいもんね。うん。あれ以外のスポーツはしますか。ピッチング。いや。本当見てほしい、あの動画。あれ載せたい。載せよ。え、何？あの、リカの
最初のやつ。一人で投げたやつ。なぜ？あ、まずさ、いやいや、ミューのやつに乗せてもらって、もう本当ひどい。本当なんかスポーツ選手やったんっていうぐらいで。ストレッチボールに乗ったらなんかいいやつ。あ、そうや。そうや。次回リベンジするね。そうそう、リベンジする。そしたら始球式どうですか？始球式。恥ずかくだけを。言っちゃうか。右に絶対ダメ。キャッチャー右に座ってもらう。確かに。おりゃーって。まっすぐ向いてるけど、こっちに行くよみたいな。30キロぐらいしか出ない。30キロ出るかな。前回そもそも届かない。まあ、ワンバンかな。あ、ワンバンストライクかもしれない。うん、ワンバンストライクいけるよ。確かに。なんでやろ。ユキがグループライン作ってからじゃない？いや、私多分自分は私は絶対思いつくことがないから、多分ファンの方とかに言われだしたとかじゃないかな。私がグループライン作った。うん、私グループラインとか作れんの。ユキが作ったよ確か。へえ。めっちゃ前やもんね。そうだね。トリオって時々テルとか。ああ、だね、テルさんさん見てくれてないかな。いつかトリオでやってみたいことってありますか？卓球。そうそう、昨日さ、ああいうのが面白かったから、なんかさ、いろんなスポーツ、ね、やりたいよね。やってみたい。意外な姿が、うん、面白かった。あとなんか何ができるか。この人たちってバレしかできんのやなって思われる。いや、卓球は分からんよ。あ、そうだね。私も意外とそうや。そこ行ってみたい。ミステリーゾートっけ。え、聞いたことある。聞いたことある。あれなんかボールの中に入ったり、ね、なんかいろいろ遊べるところが。へえ。バーベキューとかもそこやってるからいいかもね。確かに。グランピング的な？グランピングなのかな。ど？分からん。グランピングじゃなくてホテルなの。グランピングじゃないの。施設？え、分からん。あるんかもしれない。いつまで経ってもはしゃいでたいね。うん、はしゃぎそうやもん。リクエストって、すごいいっぱい来るね。あ、ネスターめっちゃ楽しかったですよ。あのほら、飛び来るどうでしたね。ショーが言っとったやつ。行ってまーす。行きました。あー、行きました。トランポリンやって。トランポリン。ベーストランポリンかな。トランポリンのが何とかあって、みたいな。もう、笑い死ぬぐらい面白かったです。ぜひ行ってほしい。北九州で。人数を多めで行った方が。あ、そう。あの、くるくる回るやつは、多分6人でやったらもう、笑って、やばいと思う。行きたい。3人でグランピングやってほしい。やりたい。私グランピング本当にやりたくて。やりたいよね。やろうや。行きたい。で、夜バーベキューして、うんうん、温泉入って、うん、いいね。温泉があるとことかめっちゃいいじゃん。花火もしたい。最高。で、森山直太郎なんだ。昨日行ったな。でも充電切れる。すぐなくなるからな。3人でお店開くとしたら何やりますか？お店？何やろ。食べ物？幅広くできるじゃない。スポーツいろいろできるとこ。施設ね。で、見本見せるわ。あにゃー3時の方みたいな。いや、あれはかろうじて1時半ぐらい。嘘。3時行ってなかったっけ。3時行ってなかった。爪みゆちゃん、みゆ9時やったよね。角度鋭かったよ。あれみたいな。あ、淡路島にグランピング施設ある。あ、そうなんや。近いな。スーパージャーボー。でもこのワンシーズンで行かなきゃね。スーパージャーボー。そうだ。なんか行きたいね、そのあれね、
インスタに行ったらあげるよね。私北海道行きたい。北海道行きたいね。試合でしか行ってない。関西、いや関西間違えた。海鮮好きや。昨日もなんかずっとなんか割り箸取ってとか言って、割り箸もう割り箸持ってるじゃんみたいな感じだったけど、つまり。何がいいというのか分かるけど。分かるけど。海鮮ね。あ、マイコさん、マイコさん見てくれてる？見てますね。間に合ったってコメントして。マイコさん。なんかいつも見てくれない。またご飯行きましょう。トリオと。トリオご飯。行きましょう。ゆかさん、今日お話しした靴買いましたって。あ、あれや。あの、オンラインの、あー、お話しした方が。もう買ったの？いや。マジか、すげえ。北海道がいいね、あのさ、間に合わない。海外旅行だったらどこ行きたい？ああ、それむずい。でも私まだ行ったことないとこがいいな。私もう一回イタリア行きたいかもしれない。普通にプライベートで、なんか結構いろんな世界遺産あるらしい。世界遺産好きなの？うん、お母さんとか家族で行きたい。ああね、一応行きたがっとったけど。そんなんだな。何なんだろう。いや別にさ、どこでも普通にハワイとか行きたい。あ、行きたい。グアム。マリンスポーツした。したい。これまたね、振動が取れるんやろ。なんか沖縄とかでもいいな。あ、沖縄いいね。島とか行きたい。プロの場所ね。うん。のほほんとしたいね。うん、したい。沖縄行きたくない？行きたい。あ、マイコチャンネルにゲストで呼んでください。なんか来てる？来てないですね。質問ください。3人は動物で例えたら？動物？むず3人はあれでしょ、怠け者でしょ。それな。メカないやろ。メカは、めっちゃ貴重面な動物か。そんな動物おる？血跡の動物とか。動物じゃないか、全部こう。それで言ったら怖くない？何でも揃える動物みたいな。餌取ってきてた。水であってこまめにうがい。誰よりもうがいするのに誰よりも体調崩すって。そう、確かに気をつけとんのに。そう、めちゃくちゃ気をつけすぎて、免疫が、そうそう。喧嘩はしますか？したことない。したことない。あ、ごめん、なんでもない。ついに。水上バイク運転してみたい。してみたい。私したことあるよ。ワン行った時はさ、免許いらんくって、マジ、一人で乗った。楽しそう。乗ってみた。10年前ぐらいだけど。乗りたい、乗りたい。楽しそう。楽しそう。遠征以外で海外行ったことない。やっぱ旅行で行きたいよ。バナナボート乗りたい。乗りたい。乗りたい。あと、あの足にさ、なんかつけて、あー、上がりやすい。あれ絶対センス。あれ多分みんな無理よ。あれヒューンって行くんかな。行くんじゃない。上に上がれず、横に、真横90度。それこそ感じる。確かに。ウェイ。めっちゃ面白そうじゃん。え、あれって飛んでもあと自分ってこと？これでやるんだよ。あ、そうなの。あ、自分でこうやってやるんだよ。で、こう水の量をこれで飛ぶ。あ、そういうことか。そんなもん、両方こうやんね。ドラえもんやんね。バレー選手じゃなかったら何してたと思いますか？なんやろ。なんやろ。
私今頃アルバイトかな、なんかの何したらやろ、何なんやろね、何やろ、あれ以外のイメージできなかった、これからせないと考えてる、うん、しかも最近映画見てないですね。ないね。最近料理作りましたか？最近、料理っていう料理作ってない。作ってない。私は家族に作ったよ。すごい。抱えた時に3回だけ作った。すごいやん。そう、ずっと家におったけんさ。うん、料理作ろうかな。何作ったっけ？なんか豚肉の料理とか。なんかさ、一人やったらやっぱ作らんやん、あんまり、うん、でも4人とかやし、うん、しかも家、実家やったら絶対調味料揃っとるけん、うん、作る気になるし、一、うん、人やとなんかこの何かを作るってなったら余るやん、でも、うん、そうそうそう、それをなんか使っていくの、ね、考えるのがめんどくさいってなる、買うん、のがね、自分一人のためにこんな頑張らないといけんのってなる、うん、でもずっと自炊やったらやるかもね、今まではさ、ね、ずっと、うん、一週間に1回とか、そうね、食材が余るけど、うん、してなかったけど、うん、計算できるかね、保育士しても3人が保育士だったら何歳児を見たいですか、大変だ、1歳だよね、保育園ってことは0歳からのこと、うん、0歳も大変やろな、私もうずっと抱っこしときたいな、きついやろ、めっちゃマッチョになってるかも、1歳めっちゃせっ1歳ぐらいなのかな、2歳はまだ2歳児って言うしね、あでも可愛いやろな、いやいやきとかやったら、うんうん、こっちが嫌やってなりそうね、お母さん大変やろうん、3人の末っ子キャラは誰ですか、みんなそんな末っ子キャラなんだ実際チーム内で、ね、あら残念リカさんが誰、やっぱバスケじゃない、バスケが得意だよ、でもこの前やってなんかすごい楽しかった、うん、ことやったやつ、ね、うん、あみんな私のトス打ってくれる、あ、舞妓さん、あー打ちたい打ちたい、舞妓さんカムバック、再現しましょう、聞いてるねー、聞いてるねー、聞いてます聞いてる打ちたい打ちたい、レアミュースさん眠そうバレそうやない、いやもうさっきも寝てきた、チャージしてきたこれに向けて街でか見かけたら話しかけても大丈夫ですか、あ大丈夫ですよ、焦げたパン捨てましたすごい方がいい、もう買えないんだろう、うん、3人はお酒強いですか、ミユが一番強い、うん、イエーイ、みんなピースしてイエーイ、イエーイなんでピースするときってさイエーイって言うんやろね確かにワーイでもいい確かによくイエーイなんやろ、ピースピースピースめっちゃ遅い、今ピースした、好きな筋肉好きな筋肉考えたことないんだけど、好きな筋肉好きな筋肉、それは自分のやってみるの、見るのじゃない、あ
あ、私ある。後輩筋トレ。ああ、いいね。筋肉より血管見ちゃう。あ、それわかる、わかる。わかるね。血管見ちゃうと思う。お菓子入ってるの忘れてた。デロデロなんじゃない？それ。受ける。でもくしゃくしゃってなってる。まゆこさん、前腕だな。前腕？前腕ってどこ？前腕ってどこ？前腕ってどこってね、やばい、あんま喋らんがいい。誰が一番早起きですか？リカかな？見る？見る？え？私？ここ1年くらい。私、あの練習ある日は6時に入れ一番遅い。私でもながら起きれん時もある。そう、絶対アラーム1回か2回で起きる。それ本当すごい。基本1回。自分のサインはどうやって決めましたか？友達が考えたのを書きやすくしてた。友達なの。私は変えてったけど、最初先輩が考えてくれたのかな、草光さん、うん、とかね、私もそう、友達考えてくれたりして、最後は一番楽な自分で考えて簡単なんです、うん、自分で考えるのもすごい、うん、センスはもう英語の楽なやつ。見るって筆記体でなんか書きやすいけど、理科って書きやすくなるのか、 R が始まりなのか、うん、でも可愛くない R がスタートって、でも E でカーもさ、どう行ったらいいか分からん、ね、行くのもなんか多いよね、うん、なんか行ったり来たりするこの辺だから、まあ、息もかけやすい。イエーあれ、あ、イエーハッピーアイスクリーム、む何それ、なんで分からん、え、お、言うことかぶったらハッピーアイスクリームって、ああ言うことかぶったの、イエーイ、うん、あのね、うん、理解するの遅かった、私も理解するの遅かった。確かに。ミユリカ、リカ、ミユキ、うん。ハッピーアイスクリームタッチ。ほらほらほら。シオン。シオンが言っとった。うん。タッチ。タッチ。タッチはなかったよ。ピアイスクリームって先に頭を下す。へぇ、頭やったと思う。タケノコのミール。タケノコのミール。うわぁ。ブインって汁を届けよう。うん。前来たか。シルミコのミール。見切れてる。あ、見とか。好きなものは先に食べる派？あー、残すかな、どっちだろう。私、先にちょっと食べて、他のを食べて、また最後に食べて。あー、食べてる間に楽しんで、最後にもう一回。締めはそれだよ。マジわかる。車の運転は好きですか？ハッピーアイスクリーム。好きです。好きです。野本さんだけ半袖なんですね。半袖です。帰ってシャワー浴びてきました。パンパンの後の。私そのままでです。私も極めただけですよ。3人でドライブデートしたことありますか？昨日ドライブしたね、雪の運転。そうだね。淡路島も行ったよね。行った、幸せなパンケーキ。花屋敷じゃなくて、花…なんだっけ、忘れた。花屋敷、花かじき、あ、花かじき、花さじき、違う、花…花さじき、花…誰か教えてください。誰か教えてくれるよ。あの、淡路島の花がいっぱいあるところです。です。花座敷、花座敷、花座敷、
すごくない？まず好きじゃない気がする。花畑のところ、私花さじき、あ、そうだ、花さじき、花さじきだ。野本さんと長岡さんの指輪は何ですか？これはですね、結婚指輪ではなくなんかコンディションをずっとこう取ってくれたアプリと連動してるゴールリングっていうやつで、なんか睡眠の質をすごいこう上げてくれるようになってるやつです。え、そうだ、睡眠の質が分かるんだな、ちょっと上げてくれるで、なんかこう、これを注意しましょうとか。あ、そういうことね。あ、それやってから睡眠の質が良くなるんじゃなくて、あ、そう、注意していかないか。すっごい細かくね、見てくれる。昨日寝るのが遅かったですかって言われて、あ、遅かって、心拍数が下がるのが遅かったので、すごいね、そんなで、ね、全然あれやったら、今日は本気を出しましょうとか言われる。それ言われたことない。嘘、しかも毎日言われるじゃん。え、マジ？なんか今日は休みましょうとか言われたりする。あ、シモもそれでさ、シモ？あ、シモ、あ、シモ。試合の時ってファンの方もファンの方も結構見ますか？見る時は見るかな。うん、なんかベンチにおったら見るかも。キョロキョロしちゃう。うん、シオンさんのコメントがちょいちょいおもろい。間違いない。シオンなんか LINE とかしよってもいちいち面白いけど。さっきバレーボールに脳科学取り入れてみませんかってあったけど、面白そうじゃない？脳科学、ごめん、ピンポポンパッパ。なんか脳科学の講習受けたことある？そうやっけ？あ、どっか取りに行くみたいなやつ。取りに行く？そうですね。で、脳科学か。そうですね。あ、全日本くらいか。だね。そうなんだっけ。あ、みんながだってないの。みんな、みんなで講習受けた。脳科学の先生が来られて。結構、なんかね、研修が多い時かな。何したの？朝不機嫌なのは誰ですか？誰やろ。じゃあせーので誘おう。せーの。です。ゆき朝不機嫌だよ。朝弱いからね。昔から弱いよね。弱い。だって寮生の頃さ、同じ部屋やった時、朝食食行くとき結構起こしてるよ。朝食の時間になっても寝よう。行くよ。昨日寝坊したぐらいやから。もう12時で出発。12時で出発なのに。もう一人だ。もう一人だ。やめて、やめて。びっくりした。自分が一番びっくりしてる。ゆう今村様が視聴を始めました。おせえぞ今村。おーい、むーさん。13時の始球式無理です。いけると思う、13時なら。え、待って、聞こえとったん？うん。ここの会話さ、今聞こえとるかそれ。いや、な、全然ない。試合でカメラ撮ってる人が多かったら気にならないんですか？ね、不機嫌な練習って想像できるって言われた。想像されてしまった。いやだ。お風呂タイムしておりました。あ、だと思った。長いもんな。うん、ずっと入ってるよね。なんかずっとお風呂入ってるイメージある。うん、これでもやろ。
この人は。あともうちょっと我慢してくださいね。すごいね、コメント。すごい。その方大好き。イエーイ。イエーイ。私らも大好き。うん。何してんの？これさ、一緒にやってって言ってるけど、調整さんって確かに。はじめなんかどうやってやるか分からなくて、ちょっと分かる分かる。あれ？ギャン。超かわいい。こうやろ。ギャン。今はスペースあるけんできる。さっきの持っていい。あれとか言って、あれできる。できる。どうしたの？でも、リカだけだね。ミーはなんか裏ピッチみたいな。やりたかったよ。うん、リカやろうとしたけど、多分出せるスペースなくて、伸ばせんって。私が怖かったしね。指、うんうん、パッチ。指パッチ。これ指パッチって言う。あ、これ指パッチにしたらなるってことか。これ、指パッチなくない？ならんけど、あんま。うまっ！ならん。今の誰？いか。すごっ。基本ならん。三人の手のひらを見たい。わー。指紋取らないでね。これで占ってください。荷物が多い人は、私から。絶対理解や。うん。心配性だから。遠征の時の荷物マジ多い。だって、あの、荷物積むとき、リカさんのまだですかって言われるって試合のときに、あ、下に積むけ重いの、あ、重い常習犯だから、うん、今村さんにはおごってますか？おごってるなぁ、うん、3人の一番の思い出は？え？一番？え？13年の時にやったらなんか出てますね。昨日楽しかった。あんな笑ったんだ。昨日ね、お腹いっぱいすぎてさ、お肉屋さんでも運動始まったよ。少しでもスペース作るために。トリオの中でツボが浅いの、リカかミユどっちかじゃない？嘘。え、ミユはさ、テレビで一人で笑っとったりする。ミユかな。でもリカも笑うときめっちゃ笑うよね。とりあえず笑って、うん、でもテレビ見て一人では笑う。誰かおったら笑う。ミユはもう口開けながら一人で笑ったの。で、なんかこの辺の声聞こえなくなる。聞こえ。世界に入り込む。誰が一番結婚しそうですか？それ最近話しちゃったよね。結婚したいし、子供欲しいよ、うん、結婚したいな。しっかり者はリカ。リカだね。私、うん、私リカになんかさ、寮生の時さ、テレビの回線とかもやってもらった。得意やもんね。なんか組み立てたりするのも好きだし、うん、みんな早く結婚してしたいよ。3人の俺だけ誰が見て。ユキ。私は運転が好きだから。でもミーも結構出してくるね。近場だったらリカも出すね。知ってる道はいいけど、うん、知らんとこ行くのはね、意外っていうね、すぐ、うん、酒井監督と結婚したいですか？
今日の理科のラストプレイもさ、見届けに来てくれたんだよね。もうすごい、もうあの見守るお父さん感やばい。結婚式に呼んでくれますかっていうか、ゆうかか、まあ、あのご祝儀をどんくらい返しに呼ぶかな事前に聞いとこうかな、いくらくれるかっていうかそれによるな。アーカイブ残りますよ、撮りますよ。金かよ大事でしょ結婚したらお金がかかるからね。誰が一番長風呂？リカ？リキも長いか、長い時は長いけど、どうやろ、1時間ぐらい入ってるかな、うん、まあ、私1時間もう入る時もあるけど、平均したら40分ぐらいと。ご祝儀貧乏になってしまうっていうこと。10万、10万、10万や。貯金しといてね。子供好きですか？好きです。はい。赤ちゃんが好き。うーん。いつか。得意料理は何ですか？うん、卵焼き得意料理って言うまでもそんな料理ないからないな。豚汁おお、料理やん、しっかり料理。足巻き卵、あー上行ってきた互いの気になる癖とかありますか？癖？気になったこととかはないな。ないね。癖？でも癖があるかも。癖？そういう癖？癖？よし、次行こう。コストコ行ったら絶対買っても、あ、私オイコス。私もオイコスやな、うん、でもあれもあれ好き、あのサーモンとイクラの瓶の、あー、はいはい、塩辛漬け、塩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 漬け、オイコスしてますね。失ってください大変そう。納豆好きですか？好き。自分の体納豆のさ、お好み焼き美味しかったよね、前食堂で。あ、うちらが寮生でさ、あ、なんか出ちゃったかも。お好み焼きって言った、私は。あ、なんて言った？お好み焼き、あ、そう、お好み焼きの納豆入り、うん、美味しかった。普通バージョンと納豆入りバージョンでなんか分けてくれたかった。そうやって好きなこと取るんやん。そうそう、あ、好きだった。めっちゃ萌えよね。そう、うん、1年目か2年目ぐらいだよ、うん、懐かしい、うん、大好物なんですか？牛タンです。うーん、私海鮮です。お母さんの唐揚げです。わー、素敵。ねえ、呼ばれてない呼ばれてない。今度来てね納豆入りの味噌ラーメンうまい。ネバネバなくなっちゃわない？でも確かに確かに。しかも納豆ほろほろ落ちそう。うん。スープまで飲まないけんやつやな。そうね。
使おう。え、ね、仙台の牛タンは食べたいね。仙台でなんか試合あった後に、なんか3人で食べに行ったことあるような牛タン。日韓の時。あ、めっちゃ行った。え、利休？利休だったっけ？どっか行ったね。どこやったか忘れたけど。空港じゃなくて。違う。うん、あの試合終わって。日韓かな？え、日韓じゃん。日韓です。めっちゃ前だけど。仙台って三重県のイメージは、伊勢神宮。琵琶湖。琵琶湖市街じゃん。あれ三重。わからん。はるかと夢さん。美咲もやろ。美咲。三人は動物飼ってますか？いや今日のフルーツバスケットめっちゃ面白かった。だってお姉ちゃんの猫やもん。名前はそう、ゴン。それはね、みんな知ってなかったよ。そうだよね。うそやん、うそやんってみんな言う。そう、お姉ちゃん、あずみちゃんの猫おるんよ、家に。え、きなこって言ったの？それは犬だよ。一番上のお姉ちゃんだけど、一番上のお姉ちゃんは今家におらんけん。うん、一番上のお姉ちゃんの犬は、その時に来とっただけ。え、猫飼っとん？猫あずみちゃんが、うん、私今でもそうだと思ってたずーっとそのひなこの犬を猫でゴーって出さなきゃいけないよかったね、今この話しといてずっと疑われとったよ。なんか言い方がうさんぽいじゃん。私本当に騙されるわでもみんなせやせや本当なんやそう。でもゴーン女の子なんやろ。そうそうあ、でもあげおにもポンちゃんって言うよね。あ、ミドルの子。あ、おるおるおる。ゴンダさんの子。何番のポンちゃん。あ、そうだね。麦ちゃんのも水分補給。うん、引退したら何したい？ひとまずゆっくり、でもさ、なんかゆっくりするのも疲れんね。そんな長くなくていいよね。することないってなっちゃう。引退したらお店とかしたいですか？でもしたい。でもなんかずっとその店に出ずっぱりは多分無理だから。でも経営って言われても無理ないよね伊藤さん警察官に確かにできそう。でもなんか言って占いでなんか、うん、あ、いいって言われた。ね、あと何人もいたって言われてんだっけ。あ、助産師じゃなかった。それは言われてない。誰誰の話。助産師なんか、人を良くしていくのもいとるって言われた。今のやつって。うん。占いというか、生年月日とか、って見るやつか。私、手相みたい。手相でも見てくれてる。左は生命線めっちゃ短い。生命線ってどっちかが未来とかあるよね。未来こっちがなんかあったよね。でもこっち見られた。こっちが本来で、本来じゃない。持って生まれてもね。現在ね。現在ね。じゃ忘れた。なんだっけ。やめよう。やめよう。なんかね、見たんだけど。保育の先生。先生先生いけるかな。いけるよ、絶対いける。先生っぽくなくない？絶対普通にやれると思う。そう、うん、あれね、ジャンさんと一緒に行こう。普通にやらんでもいいから、ね、リカさんが前髪、リカさん助産師が、あ、助産一旦生まれ直して一番にどうしよう、やばい生まれ、一旦
成果はちょっと候補に入れようか。ロカタってなさいって言ってやって今の時代そんなことしていいんかな、うん、確かに、うん、あいつか、うん、オフシーズンの楽しみは、オフシーズンの楽しみ、質問しちゃった、開放感そうね、でも前のことあんま考えない、うん、監督は無理だな、監督は絶対無理だわ、責任取れない、うん、USJ 派、ディズニー派、ディズニー、私わかんない、どっちも詳しくないから、ディズニー、プルートがいるから、あーね、そうです、ディズニーシー派、これは絶対しいやな、うん、ランドはそんな、うん、怖くない雪、子供とかは、うんうん、ユキはじゃあランド、私シーシーちょっと巡りリガーと共にチュロス、あチュロスランドもあるやん、いや USJ 行った時チュロスのなんか、うん、何本か食べたよ、2本食べた、2本やったっけ、私食べたよ、みんな食べた、みんな食べた、私とリホはなんかミニオンのまんじゅう食べた、あ、そっちか、チロス巡りしたいな半分ずつとかにせると、あ、そう、うん、確かに、気持ち悪く、うん、もう1時間経ってる、早い、早いね、という間やった。みんなこれインスタライブ成り立っとったんかな。うん。それ正解はないよ。そうだな。じゃああと1個ラストにする？ゆるさが私たちだから。うん。質問ください。今来たばっかり。でももうすぐ終わっちゃう。1時間早い、本当に早い、やってて思う、た、立つの？今日は楽しかったですか？皆さん、こんな夢も、ね、なんかでもうちらみんなお寿司好きだよね、うん、好き、よくテイクアウトもするし、洋食ダメな時テイクアウトしてるじゃんね、一人でもお寿司でもお店にも入れるし、うん、いつもありがとうございますってやれるもんねムガ好きな色、好きな色、食べない、最近グレーかな、私パープル、うん、だけど私服ってなったらモノトーン、うん、じゃあ今度カラト市、あ、カラト市場行くよ、あ、一回行ったことあるよ、あるの、山口のだよね、あ、そう、行った行った行った、めっちゃ美味しかった、そう、私も行きたい、今もう行きたいの、カラト市場行きたい、絶対分かってないよ、言うでも行くかもって言ってたとこじゃないの、あ、そう、うん、そう、行った行った、うん、また3人でやってほしいです、ね、それ、もう公式無理でもうちらのアカウントで、うん、スクショタイムください、はい、コメントスクショタイム先にするじゃん、ああどうしよう、今回インスタライブ、あ、言わないの、言ってるです、あ、皆さん私たちの方に言う、あ、言っていただいて、じゃあ1秒ずつね、え、今回インスタライブを見てくださった皆さんに私たち3人からプレゼントがあります、
このレプリカユニフォームに3人でサインしたものを3名様にプレゼントします。こうだ、じゃあこの後ストーリーに質問箱を流すので、これから発表するキーワードを入れて応募してください。キーワードはホニャラーです。キーワード何にする？あ、でもそれもいいね。ホニャラーラ、うん、ホニャララです。ひらがなでホニャララです。ご応募お待ちしてます。で、スクショタイム、これ私が欲しい。はい、あげる。ありがとう。1番の長岡美優です。イエーイ。無限大。そうだよ、これ無限大だよ。確かにいい番号や。コメント消した方がいいかな、うん、あ、違う違う、スクショタイム。スクショタイムってどうするの？違う。ポーズを取って固まっていただいたら固まる。はい。でもコメントがそのままでいいの？みなみが応募するらしいです。みなみが応募させる。めっちゃ応募しなさいって言う人です。あ、本当だ。今ブレるインスタがいいらしい。あ、そうなんだ。あ、これ昨日の運動。これを見ながら食べてました。以上ですね。はい、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これからもスプリングスをよろしくお願いします。じゃあねー、キュンです。流行り。